ワールド・オブ・ウォークラフト。ワールド・オブ・ウォークラフト。ワールド・オブ・ウォークラフトは、ディアブロを開発したベイブリザードエンターテインメント社が開発し運営しているオンラインゲームである。同社が開発販売している、ウォークラフトシリーズの世界観を受け継いだ、MM、MMORPG、Windows の他 MacOS 10でも動作する。グラフィックは 3D だが、要求スペックが低めに抑えられているのが特徴。 2010年現在、登録ユーザ数が1000万人を突破しており、最多登録者数の MMORPG として、ギネスブックに登録されている。ワ、wow! オと略記されるのが、一般的である。他の多くの MMORPG 同様、プレイヤーは、自分のキャラクターを、後方斜め上から見下ろす視点で操作する。オプション設定で一人称視点に切り替えることも、可能であるが、 この場合非常に視野が狭くなる。このキャラクターで広大な世界を探検し、様々なモンスターと戦い、クエストをこなし、他のプレイヤーと触れ合うことができる。ワオは1ヶ月を単位とする課金方法をとっており、日本でサービスを行っている MMORPG で主流のアイテム課金方式ではない。支払い方法は2009年現在、クレジットカード、または ゲームカード、デビットカードが利用可能である。ゲーム開始にあたり、プレイヤーはプレイするサーバーを選択する必要がある。各サーバーは、いわゆる平行世界にあたり、数千人のプレイヤーからなる、全く独立した世界して進行している。サーバーは主にプレイヤー同士の戦闘に関する違いに、基づき、異なるカテゴリーに分類される。 カテゴリーは、プレイヤー vs プレイヤー、ノーマル、ロルプラ、ロルプラ PVP の4つとなる。PVP、サーバの特徴は、初期エリアなど、特定のエリアを除き、プレイヤー同士の戦闘自由に行えることである。ノーマルサーバでは、プレイヤー同士の合意の上で、何時どこで対人戦を行うかを選ぶことができる。サーバの選択後、ウォークラフトシリーズの世界観に基づき、 キャラクターの人種に従って、アライアンス陣営か、フォード陣営のどちらかに所属することになる。アライアンスとフォードは、ゲーム内の世界、アズラスの支配権をめぐって、高級的な戦争状態にあるという設定であり、所属する陣営の異なるキャラクター同士は、チャットやメールシステムによるコミュニケーションを取ることは、一切できない。例外として、エモテと呼ばれる、いわゆる、 仕草モーションを使うことにより、単純なイエス、ノーのほか、手を振る、お辞儀する、唾を吐きかける、笑いかけるなどの単純な意思表示は可能である。また、キャラクター同士で直接金品の受け渡しを行ったり、同じグループやギルドに所属することも不可である。なお、PVP、RP、RPPVP の各サーバーでは、同一アカウントで両陣営にキャラクターを、 作成することができない仕様だったが、2009年12月以降、これらの対人向けサーバーも含め、全サーバーで両陣営の作成が可能である。プレイヤーは同一のサーバーに、軽1 0キャラクターまで、また一アカウントごとに、最大50キャラクターまで作ることができる。キャラクターを増やすことによる、追加料金は発生しないが、既存キャラクターの名前、種族、陣営を変更する。 キャラクターを別サーバーへ移動する、キャラクターを別のアカウントに移す、などのサービスの利用は有料となる。マップは基本的にゾーン制だが、大陸間の移動や口述するインスタンスダンジョンへの出入りを除き、ゾーン間の移動はロードを挟まずにシームレスに行われる。標準で用意されたチャットチャンネルはゾーンごとに区別されており、別エリアのチャットに参加したり、 これを閲覧することはできない。ただし、プレイヤーが自由に作成できるカスタムチャンネルやグループやギルド、個人間でのチャットにはどこにいても参加可能である。ゲームデザインは従来の MMO の基本的なスタイルを踏襲し、ゾーンごとに存在するキャンプや街で NPC からクエストを受け、これをこなしてレベルを上げていくスタイルである。クエストがつきそうになると、 他のゾーンへの移動を促すクエストが用意されていることがほとんどであり、クエストをこなしていけば、自然と様々なエリアを訪れることになるような工夫がなされている。プレイヤーがそれぞれに合った時間で手軽にプレイを楽しめるように、クエストはソロによる達成が可能なものが大半であるが、グループ推奨のものも多数用意されている。グループ推奨のクエストは、グループクエスト2から5人用、 ダンジョンクエスト5人用、レイドクエスト10、25、40人用という区分けがされており、対象となる敵や報酬もグループの規模を前提とした強さになっている。ダンジョンのうちいくつかはインスタンスとなっており、これを攻略するためにはグループがまず必須となる。インスタンスとはグループあるいはキャラクターのために、その都度生成される専用ので、同じグループに所属していなければ、 同じインスタンスに入場することはできない。これはすなわちそのダンジョンを一つのグループで独占できるということであり、グループ間の仮場争いというものが起こらないようになっている。ダンジョンには複数ボスが存在し、これを倒すとボスごとに設定された数種類のアイテムの中からランダムで1から2個が報酬して入手できる。エンドコンテンツも充実しており、 レベルキャップに達してからも様々な遊び方ができる。少人数規模のシビアな対人戦を行うアレーナゲームで世界中のプレイヤーを相手に PVP の腕を競ったり、本格的なレード攻略ギルドに参加して困難なレードダンジョン攻略に挑戦したりすることもできる。いずれも段階的な難易度を経てより難しいものに挑戦していく仕組みになっており、初心者でも始めやすい。 当然、高度のコンテンツを達成するとそれだけ報酬として入手できるアイテムの質も上がっていく仕組みになっているためやりがいもある。ただし、一部のコンテンツで得られる報酬の振り分けには重大な欠陥もある。例えばバトルグラウンドでのオーナーがそれに当たる。コメディセントラルのアニメ、サウスパークでも取り上げられており、ゲームシステム等が詳しく書かれている。ちなみに、 本作で出てくるスキンはブリザードがオリジナルスキンを提供し、また2008年10月には難病と戦う少年少女の夢を叶える米国 NPO メイクアウィッシュにより悪性脳腫瘍と戦う当時10歳の少年エズラ・チャタートンがブリザード社のリードゲームデザイナーとしてワールド・オブ・ウォークラフトのクエストを作るという夢を実現させたことでも話題となった。 ワールド・オブ・ウォークラフトではプレイヤーが独自にチャットチャンネルを作成することができる。チャットシステムはアークがベースとなっているようで、モデレータ権限などアークでの概念がほぼそのまま要する。ただし、アライアンスとホードの間では意思の疎通ができないというのがゲームの前提になっているので、異なる陣営に属するキャラクターは同じチャットチャンネルに接続することはできない。 同じ名前のチャンネルであっても、それは別物として扱われている。ゲームクライアントは基本的に文字データをユニコードでやり取りしている。そのため、設定ファイルに日本語フォントを指定することで日本語でのチャットも可能であり、変更用のアドオンがすでに作られて利用されている。全角文字はデフォルトのフォントを利用しているクライアントでは表示されずの羅列に見える。また、 発言内容の存在しない発言を繰り返すことは、スパムの一種とみなされるため、全角文字をプライベートなチャンネル以外に流すことは、慎むべきである。また、フォントの導入はオプションであるため、導入を必須事項にしている、ギルドなどの仲間内を除いては、日本人プレイヤー同士のコミュニケーションであっても、ローマ字による会話が用いられるケースがある。アップデートは、数ヶ月ごとに行われ、 規模もごく小さなバグ修正程度のものから数十メガバイト、時には追加コンテンツを含む数百メガバイトの容量を持つものまで様々である。こうした大容量のアップデートプログラムのダウンロードに当たってはビットトレントの P2P P 方式を利用した専用クライアントブリザードダウンロダーが使用されることになる。これはアップデートの際にアクセスの集中により サーバに負荷がかかるのを防ぐための措置であり、大型パッチの直前には、プレイ中に、バックグラウンドで、セグメントファイルが先行でダウンロードされることもある。P2P 方式であるため、プロバイダーや管理側の規制等により、ブリザードダウンローダーを利用できない環境のユーザーも、いるが、そうした場合もファイルフレントのような大手、ダウンロードサイトから、通常の方式でダウンロードすることが可能である。 ワールド・オブ・ウォークラフトのゲームクライアント最大の特徴は、アドオンと呼ばれる拡張ソフトの存在であろう。これは、XML やスクリプトによって記述されたファイルで、このアドオンをインストールすることで、ゲームクライアントに様々な機能を追加することができる。ウェブブラウザのプラグインのようなもので、このアドオンの存在によりクライアントのカタマイズ性は非常に高い。ただし、 アドンについては、ブリザードは基本的に感知せず、有志が作成したものを自己責任で導入することとなるため、導入にあたっては注意が必要である。ウイルスが混入された悪質なものをインストールしたユーザーがアカウントをハックされるといった事件が起こることがある。人気、MMORPG であるためにアカウントを狙った詐欺やハッキングの危険は多い。 アドンやワオ関連のサイトにキーロガーと呼ばれるパスワードを盗み出すマルウェアを仕込まれたり、ゲーマスターを装ったキャラクターから個人情報をメールで送るよう要求されたり、バトルネットブリザードなど最も名文字列を使った URL へ誘導する、スパムメッセージが届いたりするとがよくあるが、本物のゲーマスターがコンタクトしてくる際は外部サイトへの誘導はせず、こちらのアカウント名や、 パスワードなどを聞いてくることもないため、容易に見分けをつけることができる。また、アドンのダウンロードサイトにアクセスする際は、ウイルス対策ソフトの使用、不審なファイルをダウンロードしないのは、もちろんのこと、極力信用性のおける、大手サイトに限ること、閲覧時のブラウザにはヒアイー系、Firefox や Google、Chrome などを使うことを推奨する。ワールドオブウォークラフトにおいては、 最初に選択した種族で所属する陣営が決定される。これはすなわち、その後のプレイにも大きな影響を与えるということでもある。例えば、サーバーによっては、片方の陣営に大きく人口が偏っており、人口の少ない陣営は、フィールド PVP など一部のコンテンツで不利になったり、する。種族によって、能力値や特殊能力に若干の差があり、 PVP における有利不利に関する数々の議論を巻き起こしている。種族によって選べるクラスには制限がある。各種族にはそれぞれ固有のスタート地点と初期クエストが用意されており、それぞれウォークラフトの世界観における各種族の文化や立ち位置を反映したものになっている。レベル10に達すると所属する陣営を選べることになっている。 クラスを選ぶ際に問題になるのは主に種族だけである。かつては、アライアンス陣営には、聖騎士、パラディンが、ホード陣営には、シャーマン、シャマンが、各派閥専用としてそれぞれ設定されていたが、拡張パックザ・バーニング・クルー・セ度ドを境に2クラスとも両陣営で、作成可能になり、派閥によるクラスの際はなくなった。また拡張パック,クラス・オブ・ザ・ライチ・キングでは、 新クラス史上機種、デスナイツが追加された。資料機種、デスナイツはその背景記事の特殊さから種族の制限を受けることなく作成することができるが原則として一つのサーバーにつき1キャラクターしか作成することはできない。他のサーバーで作成した資料機種、デスナイツを有料のサーバー移動サービスを使ってすでに史上機種、デスナイツのいるサーバーへ移動することは可能。 各クラスにはタレントと呼ばれる特性を伸ばす仕組みが用意されている。タレントは全てのクラスに3種類ずつの系統が存在し、プレイヤーの選択次第で様々な特性を持ったキャラクターを作成すことができる。クラスによっては系統ごとの性質がまるで違うため、同じクラスでありながら全く異なる役割を持たせることも可能になっている。タレントは レベル10から選択可能になり、2レベルアップするたびに割り当て可能なポイントが1ずつ加算されていく。ダブロのスキルツリーシステムと違い、一度割り振ったポイントもゲーム内通貨を使っていつでもリセットすることが可能であるため、好みのビルドを追求することができる。バージョン5.0からタレントツリーのシステムはなくなっており、代わり25レベルごとに、 DK などのクラスを除いて一つのタレントが与えられており、このタレント自体は三つの選択肢から一つ選択することになっている。各クラスの各レベルタレントの選択肢もそれぞれ異なっており、休憩エリアでは随時変更可能で、非休憩エリアではアイテムを使用して自由に変更することが可能。バージョン7.0からログへのスペック、コンバットが削除されており、 代わりに、アウトローというスペックを追加。ワールドオブ・ウォークラフトにも、もちろん、大抵の MMORPG において、おなじみの生産システムも用意されている。ワールドオブ・ウォークラフトにおいて生産スキルは、プロフェッションと呼ばれ、プライマリープロフェッションは11種類、セッキンデリープロフェッションが4種類用意されている。セッキンデリープロフェッションは、 プレイヤーの能力などに直接影響を及ぼすものではなく、生産できるものも全て他人から入手、使用することが可能であり、4種類全てを自由に取得することができる。プライマリープロフェッションはより習得に手間がかかるが、ゲームプレイに直接影響を与えるような強力な成果物を得られるほか、スキルアップ時のキャラクター性能へのボーナス効果もある。こちらは、 全11種類の中から2種類までしか取得することができない。ただし、それまで習得してきたプライマリープロフェッションのどちらかを完全に捨て去ることで新たな種類のものを再取得することができる。プライマリープロフェッションは大別して実際に生産を行う生産系と素材の採集を行う採集系に分けることができる。大抵の場合は、 薬品を製造するアルケミーとその素材を採集するためのアーバリザム、武器や防具を生産するためのブラックスミスイングとその素材を採集するためのマイニングなど、生産系プロフェッションは特定の最終形プロフェッションとセットで覚えることでスキルアップが容易になる。また、生産系プロフェッションにこだわらず、アーバリザムとマイニングなど手間いらずな最終形プロフェッションのみを取得し、 採集した資源の第三者への売却のみを専門に行うというプレイスタイルもある。ただし、最終形プロフェッションはボーナスとなるキャラクター性能の上昇値が最終的に生産系に比べ劣るためエンドコンテンツをプレイする際には不利になる。バージョン7.0では各プロフェッションでのキャラクターの性能に影響するボーナスはなくなっている。バージョン8.0から ファーストエイドが削除されている。世界の崩壊、破滅を求めるデモンたち、ザバーニングレジオンが多くに呪いをかけ、アズラスへ進行する。ウォークラフトアイ、イー、ザバーニングレジオンは、裏切りの代償、そして新たなる契約の証として、多くのシャマン、ネアズルの魂を、フローズンセロンというアズラスの壁地に存在する神秘のクリスタルに閉じ込め、少しずつヒューマンを、 アンデド化する作戦の指揮を取らせる。アズラスの大地に降り立ったデモンたち及びアンデドたち、ザ・スカーチとヒューマン、ドワーフ、ナイテルフ、オーク、タウレン、トロルの連合軍の戦が起こる。ウォークラフト E、リッチ、キングの力が衰え、それに伴う新たな勢力の勃興。そして新たな戦いが起きる。ウォークラフト E、ザ・フローズン・セロン、 三度の対戦を経て、ヒューマンと多くの確執は、ヒューマンのリーダー、ジャイナ・プラウドモアと多くのリーダー、セロウルの友情によりようやく収まったかに見えた。しかし行方不明と思われていたジャイナの父とその配下の海軍によって、束の間の平和は乱されることになる。ジャイナの父は娘に多くは倒すべき敵であり、父と共にヒューマンとしての世界を築くか多くと手を、 君父と戦う道を選ぶか、究極の選択を迫る。ジャイナは、再三、父に考えを改めるよう説得したが叶わず、苦悩の末、セロウルと多くに手を貸し結果として、ジャイナの父は死に、セロウルとジャイナの信頼、友情だけでは、お互いの民の不信感を拭い去ることが来なく、なってしまった。ウォークラフといいザ・フローズン・セロンの時代より4年、世界は、 オーク、タウレン、トロルに、フェルセカンを加えた、ホード陣営、ヒューマン、ドワーフ、ナイトエルフに、祖国の攻防戦に敗北したノームを加えた、アライアンス陣営。二つの勢力に分かれ、各地にまた戦いの兆しが見え始めていた。こうして、ワールド・オブ・ウォークラフトの世界が始まる。2011年6月28日より、バーニング・クルーセイドへのアップグレードは、 自動的に行われる仕様になった。追加の項目。追加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 項目。項目楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。